は強いが宇野は弱い。何が起こるかわからない。宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイト。宇野とパンチの今日はサイエンさんでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。すーのそしたらすいません、最初の1番バッターを。はい、はい、会長の焼酎ってありますか。あ、あります。はい、会長の焼酎と焼酎ロックグラスでいいですか。はい、どうぞ。お二人でかいです衣装じゃないですか。これで飲むんだすいません。あ、来た、来ました。今日朝どれのカツオ刺し。うわー、すごい。あと千葉県産のながらみです。わー、すげー。これでもわかるだろう。わかりますね。全然違いますもん。で、醤油のポン酢どっちがストレート。これだすげー。よし、すごい。来たよ。まあ、行けよ。よし、いいですか。うわー、すごい。うわ、もう違いますね。もう本当、すごい美味しい。美味しい、これ。あ、放送日は発信日はいつか分かんないけど、はい、夏の爽やかな あれでしょ、うん、じゃあこれ、はい、うまく取れるかい。おー、回すと、うん、はい、いきます。うまいじゃん。おー、ありがとうございます。ダイマン、お前ダイマン、ダイマン。メロで、これはね、これはね、取り方はね、はい、こっちだけじゃなくて、両方こうやって巻くわけ。貝も巻きながら、そう、両方、こっちも、ま、回すと、はあはあはあ、切れちゃったこれ、ワイキョン。はい、ここは、たくさんいいんだよな、うん、このボトル見てください。あ、これですね。これですよ。よいしょ。警視庁で書いてます。お待たせしました。すごい、いい香り。豚タン焼きです。はい、ありがとうございます。豚タン焼き、豚タン、豚タン。そして川崎で餃子って言ったら味噌だ。あ、ね、はいはいはい、独特の。あ、本当だ。これはどうやって食べたらいいんですか。まず最初は、はい、一口目はそのままパクっていっちゃう。一口そのままパクって、二回目は拭いてみようよ。わかりました。このザラザラ、これいいですね。これ新鮮だね。肉厚ですよ、本当ね。じゃあいただきます。この中、今うわ、あ、黒か。あ、川崎は豚なの。なるほど。うん、セミストをつけます。これが川崎だよ。これが川崎、ザ・川崎の食べ方です。これがね、いただきます。うわ、この味噌肉体抜群ですね。肉体労働者の町、川崎だから。夏にはたまんないですね、この味付け。おいしい町、川崎です。おいしい。何でも合うな。いや、野菜もそうだし、うん、納豆に入れてもうまいかもしれないな。それはご飯っていうのもあるかもしれない。ポイントは次の料理にも使えるかもしれないから、うん、これはちゃんと味噌はキープしてくれ。そう、おでんのからしと一緒だ。なるほど。一回一回それダメなんだ。これ、うん、のど焼きです。これ、これ、うん、これ最高だよ。玉袋、杉田郎くん中華YouTube 見てます。私も見させてもらって一回来てみて。うわー、これ何ですか。これ見たことないですね。これいただきます。うん、なあ、川崎なんだよ。豚なんだよ。まあ、後で牛も来るけど、うん、これ順番がいいだろ。うんね。この前も言ったけど、ええ、うまい。うん、必ず山崎社長はこれ頼むんだよ。うん、これ
たまんねえなこれ、うん、わあこれまた味噌も合いますね。これはよし、この味噌は本当にやっぱ川崎ですねこれ。これこれ、これ言うのが喜ぶのよお前、ご主人が俺の魂の味噌をそこまで浮いてくんだわ。またあのまたこの喉も喉もなので場所によって食感がまた全然違うんですね。柔らかかったりコリコリしたり、うんうん、パンツは入り口で、あの安くはないよとおっしゃったじゃないですか、うん、でも、開いた瞬間に、うん、もうお客さんもバンバンバン入ってくる、やっぱり味が美味しいっていうね。だから山崎社長が連れてきてくれたように、うん、常連さんが連れてきてくれる感じでしょ、うん、だからこれで見て星が4個半だとかさ、うん、こんなんで調べちゃってダメなんだよ。いや本当、うん、ちゃんと知ってる人が認めた店じゃないと。リブロースステーキでーす。今度は牛ですね。めちゃくちゃ綺麗な色ですねこれ。当たり前じゃないかよ。なんかタレも出てきましたね、うん、ニンニク醤油です。ニンニク醤油はいいですね。かといって、はいはい、いきなりニンニク醤油をつけちゃダメだなあ。まずは半分そのままそしてニンニク醤油わかりました。うわー綺麗なピンク、いただきます。じゃあちょっとまた半分に、うん、やわらかい。喋らなくていい、噛み締めろ。食べなくていい、コメントいらない。これはすごいですね、うん、ちょっとびっくりしました。これはたっぷりたっぷり。明日 FM 立川ルミとパンチのプロ用意酒場でね、あよろしくお願いしますね。4本撮りだから大変です。これ好きね。あルミちゃんに臭いって言われちゃうかな。こん電流が走るな。わーみたいな感じで。うまい、うん、あ、美味しい、うん、ね、美味しいですよこれ、本当に美味しい。山崎社長いただきます。これはこの間の LINE でお願いしたと思って。ありがとうございます。頭焼きでーす。これなのよ。うわこれなんですか。頭だよ。頭だ。わもう持っただけで柔らかいのが分かりますねこれ。あ、鉄拳して紙を買って。あ、またもう混ぜろしたぞ。ダメだろ。うまい。もう本当あっという間に次に満席でございますけど、うん、それにほらなんか格好つけたいから、うん、ご主人が来てよとりあえず席が満席だから格好悪いからさじゃないけど、はいですね、全くないですね。できれば奥さんを見て分かるように、うん、来て欲しくなかった感じでしょ、うん、そうですね。こっちの方がありまよ、本当ですね。この味噌は何でも合いますね。川崎よってね。川崎よ。生で山崎さんありがとうございます。サイさんありがとうございます。この今回の YouTube の模様はいろいろご協力いただいたので、はい、20回に分けて放送します。無理か。3回ぐらいになります。このぐらいで、まあ、4回、3回で4回です。放送席、放送席、ヒーローインタビューでございます。本日のヒーローは見事逆転ホームランを放ちましたパンチ佐藤さんです。どうもー。いかがですか今の気分は。現実のまで飲みたいんです。今日はどうも大阪みなみで待ってます。タコマンで川崎あたりで出会った二人はいつも元気で走ってる。パワー全開で
のとパンチの今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーダイナーダイナー。夏って感じしますよ。甲子園でさ、うん、勝ったチーム、負けた高校がさ、応援席に向かう、はい、挨拶した時の女子記録員だよ。挨拶した時の女子記録員だよ。爽やかだろうね。爽やかですね、うん、勝った方の女子記録員も爽やか、うん、負けた方も爽やか。できなかったんですけど、太田浴場連合会オリジナルのスタンプラリーを、ね、開催しました。本当に久しぶりなんです、うん、で今までいろんなことやってきたんですけれども、大田区にももう銭湯がないエリアができちゃったので、そういったところの方たちにも、ね、あの銭湯をもう一度ちょっと見つめ直してもらおうという企画でですね、まあ、ポスティングを兼ねたスタンプラリーっていうのを、ね、開催しようと思ってまして、チラシにスタンプの、まあ、3つをスタンプの場所があるんですけども、それを押していただいた方には、こちらのですね、いちごの匂いをしている石鹸ですね、まあ、最近試合入荷したばっかりで、ハード型になってますよ。で、あ、アマオンでいちごじゃないですか。アマオン美味しそうな匂いするんですよ。いいですか。はい、あとはね、ちょっとテイストがまたちょっと違ってですね、いいな、サンプラリー用でですね、このちゃんとどうですか。いいですね。グッとやる気を、やる気を、もう、見せていただこうと思いましてですね、このタオルもですね、今回は景品で、皆様に、まあ、先着ですけども、お渡ししようかなと。改めてもう一度銭湯を見つめ直してもらって、実は大田にはこんだけいいところがあるんだぞっていうのを知っていただけるスタンプラリーにしたいと思いますので、皆さんぜひご参加よろしくお願いいたします。我々の YouTube チャンネルをですね、ご覧にくださってる方もですね、結構増えてきたんですけど、はい、まだね、もしかしたらチャンネル登録ってどうやるのっていう方がね、多分ね、いらっしゃると思うんですね。まだそんな人がいるの？教えてあげてよ。そうですよね。簡単なんだから。簡単でございますの。ですね、まだ登録されていない方はですね、うん、我々の動画を見てるときですね、チャンネル登録というボタンが出てくると思うんです、うんうん、で、そこをピッと押していただきますと、うん、簡単にこれチャンネル登録終了でございます。わからない時はですね、うん、息子さんや娘さん、うん、また会社の後輩なんかに、うん、ちょっとチャンネル登録教えてくれよ、うん、これっすよ、ピッそうですので、よろしくお願いします、簡単にできますので、はい、よろしくお願いいたします。